します。その他、あ、ランチセットね。水餃子来ました。こちらも、あ、ニラが、うん。というわけで今日はね、あの鏡野町の町に来ました。山荘ですね。山荘のなんか山荘にね、なんかちょっと気になるグルメがあるということで、ちょっとやってきたわけなんですけども、ちょっと行ってみましょう。営業中って書いてます。水餃子事前に撮影許可いただきました、癒しのあれですね、スポット、これね、 RSK 山陽放送のね、取材でもあったということですね。で、今回はね、あの僕はランチを注文しようかなと思います。一応ね、土足 OK です。こういうとこです。ちょっと四川料理ました。すごい眺めです。回ります。こんな感じです。お酒もね、ある。あ、ランチセット。その他。あ、ランチセットね。いろいろあります。焼き飯。種類があります。四川、あ、なるほどなるほど。せっかくなのでランチかな。
すみません、ですね、このランチセットの820円で、はい、麻婆豆腐、はい、で、あとあの水餃子一つお願いします。はい、わかりました。以上で820円は白いご飯ですけど、ね、はい、大丈夫です。はい、というわけでランチです。で、こちら麻婆豆腐注文したけどしましたけど、あの色鮮やかで、でこの景色でと一緒に、ね、食べれるっていいですね。まあ、これからのシーズン暖かくなってくるんで、外とかでもね美味しくいただけるんじゃないかなって思います。はい、水餃子来ました。もうね味がついてるのでそのまま食べてもいいですし、この専用 の醤油というかタレと、あとラー油がありますん で、こんな感じです。はい、じゃあちょっといただきます。ちょっといただきます。うん、うまっ。味がしっかりしててうまいです。うん、ちょっと辛いですけど全然いけます。いただきます。うん、うま、こっちもうまいな。ちょっとね、いい塩加減してます。うん、うん、うまっ。じゃあちょっとこちらも最初はね普通に食べていきます。ニラが、うん、うまっ。うん、うまい。うん、いただきます。うん、結構ね汗が出てきました。で、まあ、ここからねおそらく、温泉入ったりとか登山したりとかいうのもいいし、その逆に登山終わった後にこちらに来るとかいうのもどちらでも多分いいのかなと思います。結構ねこの下ものどかな風景でございます。すごいおすすめです。興味ある方ぜひまた行ってみてください。